いやー、乱世、乱世、どうも、ミスター・ブシオでございます。本日は、光君へ登場人物解説。藤原の金家編でございます。<laughs> はい、藤原の金家。いやー、悪いやつですね、はい。もうドラマの中では非常に悪いやつになってますよね。なんか、旦那さんは、まあ、沢田丸とかではね。あの滝川一正を演じていて、あの、むしろ、お、そうね、沢田正樹に翻弄されるみたいな。あ、そんな役柄をやってましたけど。 その印象は強かったんでね一体どんな風になってしまうのかと思っていたら本当に悪いやつになってますけどもこの藤原の兼家なぜ、えー、そこまでしてね健忘術数を巡らして、えー、出世しようと考えていたのかあー彼のですね、まあ、生涯を見ていくと、まあ、その理由もですね少しこう分かってくる部分がねあるのかなと思いますので今回はこの藤原の兼家がどういったあ壮絶な、ね、人生を 送っていたのか、まあ、そして、えー、どのようにして、えー、権力の絶頂を極めていったのかというねお話をしていきたいと思いますそれでは行きましょう藤原の金家の解説でございますさあまずねこの藤原の金家を語るには村上天皇の時代からあお話ししなくてはいけませんねはい一条天皇の前の火山天皇の前の遠雄天皇の前の霊勢天皇の前の村上天皇でございますははいで結構ねたくさんのこう天皇の時代をですね生きてるわけですね金家というのは はい、この村上天皇の頃ですね権力の頂点にいたのはですね藤原忠平という人物でしたこの人は金家ののおじいさんにあたりますす祖父ですね、はい、この藤原忠平が大乗大臣関白を務めていましてこの朝廷の中のね貴族たちの中のトップにいましたでこの忠平の妹の恩師がですね国母、まあ、すなわち村上天皇のお母さんだったわけですね。 はい、でさらに、えー、この忠平の長男藤原実頼があ左大臣次男諸助が右大臣というふうにですねこの朝廷の貴族の、まあ、官職のトップをですね、えー、この忠平の家族が独占しているという状態でしたなのでもう天皇の周りがもう身内でこうガチガチに固められているという状態ですねまあそうとねその一族に権力が集中しちゃってるじゃないかっていうね、えー、批判はあるかもしれませんけど、まあ、それでもね盤石、えー 争いも起きないわけですから盤弱な政治体制がこの時は築けていましたでそしてこの太平の次男であった諸助の娘安氏が村上天皇に受代して範平親王を生んでおりますこれが次の時代の天皇霊勢天皇になるわけですけども諸助の娘から次の天皇が生まれているんですね長男の実よりも娘を当然ね天皇に 受戴させてはいるんですけども、王子が生まれる前にその娘が死んでしまったので、次男のもろすけの方がま次の天皇の外戚になったというような状況でありました、うん。弟の方が次の権力者になる可能性を持ってしまったわけですね。 これだとサネオリと諸ケが対立してね喧嘩しそうだなっていう感じもするんですけどもあくまでその朝廷の中のランクで言うとサネオリお兄ちゃんのサネオリの方が左大臣として諸ケより上にいましたのでまあそのおかげでねなんかこうパワーバランスが保てたのかもしれないですね。はい、そのおかげかこの村上天皇の時代は非常に安定した時代になりました。 この大大臣関白の忠平が亡くなった後もですねこの実頼と諸助2人の二等体制でですねしっかりと朝廷は運営されていって後の時代にも盛大としてねもう聖なる時代だということでこの村上天皇の時代っていうのは天皇たちをね手本とすべき時代だったんだみたいなあいうふうにねこう言われていくようになります。それぐらいい安定ししてたた時代でした まあしかしそんな安定した時代は続きません。次の天皇霊勢天皇の時代になるとちょっと権力争いが激化することになります。 天皇に自分の娘を時代させ王子を産ませる誕生させることに成功した諸助だったんですが霊勢天皇の時代にななると間もなくですすね病死してしてままいますでこの冷泉天皇の時の関白はですねこの諸助のお兄ちゃん実頼が務めていたんですがこの実頼はですね自分の日記の中に自分は「陽明関白」だっていうふうにね自重するように書いているんですよね。陽明漢博っていうのはもう名ばかり漢博っていう意味ですね自分は関白だけど名ばかりで何も実験なんか持ててないんだみたいな。 ことを、まあ、自自すするようにに、えー、分の日記に書いていてます、まあ、実際この実りが何も仕事をね、えー、できないような状態だったわけではなくちゃんと関白としての仕事は、まあ、やってるんですけども、まあ、そういうことをねぼやきたくなるぐらいこの時はですね実頼よ,よりも死んでしまった諸輔の息子たちっていうのが、まあ、活躍していました。でそこでですね頭角を現していたのがこの諸輔の三男であった金井なんですよ。ここで金井が登場します なんで彼が注目されていたのかというとですねこの時金家はクロードの塔という仕事をやっていましたクロードの塔っていうのは天皇のもう側近のトップですねクロードっていうのは天皇の蔵を管理するよという人たちでの集まりでそこの塔なんでねそこのトップをやっていたわけです天皇の側近そのナンバーワンですでしかもですねこのクロードの塔をやりながらなんと中も兼任してしてまったんですこれがですね当時はもう異例の出来事だったんですね この中納言になるとですね苦行と呼ばれてですね神の定め光る君の中でもよくやってますよねいっぱいこの黒い服着た人たちがわーって並んでてどうするどうするみたいなやってますけどもあそこにまあ参加する権利を得られるんですよね通例ならそのね中納言とかあ、まあ、参議っていうそのね陣の定めに参加できる立場になったらクロードの塔っていうのはねやめなきゃいけないっていうのはあったわけですけどもこの金家はですねクロードの塔に残り続けたんですよね まあなんでそんな人事が許されたのかあ詳しいことは分かりませんが、まあ、もしかすると兼医はですね冷静天皇から非常に厚い、えー、信頼をね得ていたからですねお前はクロードの党に残り続けてくれってね天皇から言われたのかもしれないですね。まあ、そんな風にですねこの兼医が頭角を現していた頃ですね、えー、非常に大きい事件が朝廷の中で起こります。それがアンナの変ですね。まあ、このアンナの変が起きる背景にはこういう状況がありました。 冷泉天皇の王子2人いたんですが為平親王と森平親王、まあ、このどっちが次の天皇になるかっていうところがあったわけですねまあ普通に考えたら順当にいけばあお兄ちゃんであるね為平親王の方が次の天皇になるだろうっていうふうに考えられていたんですが一、まあ、つ問題があったんですねこの為平親王はまだ天皇になってない王子なんですけどもうすでに結婚していたんですもういたんですよ妻がそれがあ源の高明という人の娘でした え、源孝明まあね。も名前見たら分かりますけども源氏の人間です。藤原氏の人間ではありません。この状況で、もし為平親王が次の天皇になってしまうとですね。この源孝明らが力を持ってしまう可能性があるわけですよね。そうなってくるとやっぱ藤原氏としては？ ちょっと見過ごせないですよね。自分たちがやっぱり常にその貴族のトップにいたいわけですから、ちょっと高明がここでね次の天皇の外席になってしまうとまずいぞというふうに考えた藤原の人たちはですね、次の天皇は森平親王にしようというふうに言い出したわけですね。この時森平新郎まだ9歳です。溜平新郎は16歳でも結婚してんだけど、森平親王はまだ9歳なので当然未婚です、はい。だからまだ誰にでもチャンスがあるわけですね。天皇の外席になるチャンスが。 なのでまあ、チャンスがあるぞということでいますね、はいまあ、当然高明にとってはねおいしくないですよねおいちょっと待ってくれよとね俺の娘がね嫁いでるめ平親王が次の天皇になってくれたらよかったのに多分思ってたでしょうね。まあ、そんな中でですねこの源の高明に近しい人物たちが流罪になってしまうという、ね、ことが起きました。 橘重信という人と、えー、源の貫っていう人が謀反の疑いをかけられたんですよね。つらぬって ね、すごいいい名前ですね。貫。はい。この源の貫は、えー、高明の義兄なんですよね。えー、高明は貫の妹と結婚してるっていう。だから、まあ、隕石関係にあったわけで親戚だったんですね。まあ、逆に、この立花の重信と、この源の貫を告白した、人物っていうのが、源の光中で、この光中は、もう藤原氏に仕えている侍だったんですよね。 で後にこの光永の子孫の中に源の頼朝とか出てくるわけですね源氏といえば武門棟梁とか言われますけども、まあ、そのまあ原点にね近い人物だと思っていただいていいと思いますこの光永たちが貫たちを告発したわけですねあいつらは謀反を起こそうとしてるやべえぞって言ってねで、えー、彼らはルザインされてそしてこの貫たちとも関係の深かったあ高明もまあ失脚する太宰府送りにされてしまうというね、えー、ことが起きたんですこれがアンナのヘルです まあ結果的に皇、ね、位継承争いの障害になりえそうな高明をです、ね、失脚させることに成功してるんで、まあ、おそらくこのアンナの変というのは、まあ、全てね藤原氏が仕組んだものではないかとそこには兼家とかねその金家のお兄ちゃんであるこれただとかそういう金通とかそういう人たちが関わっていたんじゃないかというふうに考えられています。 もしかしたらもう実頼とかもね全員総出でやったかもしれませんけども、はいこうね、高明が力を持たないようにということで彼らを失脚させこうして藤原氏による権力というものは盤石になっていきますさあそしてその冷泉天皇の時代が終わり円融天皇の時代が来,る来るわけですね円融天皇というのが先ほど言っていた森平親王ですね森平親王は元服して天皇になりましたとでこの円融天皇の時代になると自分は名ばかり関白だって言っていた実頼さんはお亡くなりになります そして実弘さんが亡くなったので、まあ、この時力を持っていたあ諸助の長男ですね金家から見たら一番上のお兄ちゃんに当たるわけですけどもコレタダが摂長になりましたただですねこのコレタダもですね若くして病気で、えー、死んでしまうんですねでここで一回金家にチャンスがやってくるわけです、はい、お兄ちゃんのコレタダが死にましたと次のこの摂長関白どうするんだってなるんですけども、えー、候補としては2番目のお兄ちゃん、えー、金道四48歳 かこのカネイエ44歳、ね、どっちかなっていうことになったわけです。でこの時の官職でいうと兼エの方が大納言で上なんですよねお兄ちゃんは権中納言なんで兼エよりは下なんですよね。なので基本的にこの天皇のね摂関を務めるっていうのは朝廷の官位も大事ですから、まあ、その出世 競争でいうと上にいる金家の方がまあ三なんだけど次の摂政官白になれる可能性はま高かったです。しかしここで円雄天皇の母安氏の遺言書というのが出てきます。その遺言書の中にですね摂政官白は兄弟順にやっていきなさいっていうふうにま書かれていたそうです。 まあこれはちょっと後世のね、えー、記録の中に出てくるものなんで、まあ、確実なね信憑性っていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、それ以外にねこの理由を証明できるものっていうのがないので、まあ、基本的にはこの、まあ、安心の遺言書に従ったのではないかというふうに考えられています。で兄弟順に行けっていうことでしたので当時のその官職に関係なく次男であった金道の方が摂政を関白になるということになってしまいました。だ金家はチャンスを逃してしまったんですねね自分の方が、ね、お兄ちゃんよりもね。 エリーートコース歩んでますからね出世していてね自分の方が仕事もできるしね位も、えー、高いのにっ,ってねくっそ兄貴に抜かされちまったってね兄貴に殺傷科目取られちまったっていうふうになってしまったわけですしかしですねこの金道も,も間もなくですね病死してしまいます本当にこの時代はですねもう病気でね若くして亡くなる人が本当に多いですけども金道も病気で亡くなってしまいますはいでここであじゃあ金道があ死んだんだったら次は金家が 今度こそ摂政官博になれるのかと思いきやですねここで、えー、次の官博は藤原のよりになってしまいましたはいあの陽明官博って言ってたねさねよりさんの子供です、はい、よりただ、えー、光る君の中ではねあのすごい声が声が小さくてね私なんかもうダメだみたいないつもね小さいこでブツブツ言ってるあの人があ頼たさんですねはいが官博になりましたいやちょっとおかしいじゃないですかと ね、兄弟順で生きなさいよっていうこの安子の遺言状語情報はあるわけだからだったら次はね金重じゃないのかっていう話なんですけどもでもですねこれはなんか金道がですね、まあ、金家のことをまあすごい嫌っていたみたいな話もあるわけですね、まあ、これも後世の話なんでどっからどこまで本当か分かりませんがあ金道がですね病に伏せてですねもう関白をやめなきゃいけないっていうふうになった時に金家が金道の、ね、家の近くまで来たんですってででそれを知った、ね、金道はそう、ね、金家がね自分の見舞いに来てくれたと思って。 もうこれまでのね兄弟の争いっていうのを水に流してですね次の官白はねお前がやってくれって金家に言おうと思ったらしいんですよでもですね金家はそのまま家の前を素通りして見舞いに来ずにですね代理の方に行っちゃったらしいんですよそれでもう金家はぶち切れてふざけんなとあいつなんだともう絶対もうあいつに譲ってやんねえって言って病をして無理やり頂点に出資してあのもうあいつはもう絶対次の官白にしないでくださいっていう直談判化したみたいなね、えー、話があるんですよね これはまあ本当かかかどどうか分かりませんけどもただ実際金家は関白にもなれなかったしこの時勤めていた大将の職もですね剥奪されちゃってるんですよね職も奪われてでさらにその次の関白にもなれなかったっていうことがまあ,あるのでもしかしたらこの話はねどっからどこまでが本当か分からないけども、まあ、少しは何かそういう金道が金家のことをね憎んでいてもう絶対あいつに継かせないっていう思いがあったのかもしれません。 まあ、とはいえ、ね、この時この藤原の頼忠は左大臣で朝廷のね官位でいうと一番トップなんで、まあ、順当っちゃ順当なんですよねこの頼忠が継ぐっていうのは。またはその藩士の遺言書でね、えー、兄弟順に行きなさいっていうのがあったわけですからまあちょっとこのこ,こで金家が関白になれなかったっていうのは結構本人はショックだったかもしれないですね。おいなんでだよって、ね、俺がになれると思ってたのにって まあそんな風にですね時を過ごしているカネイですが火山天皇の時代になるとついに念願の摂政官白になれるわけでございますはいこのカネイは謀略をめぐらしてこの火山天皇を出家させましたはい自分のね次男の道池をねうまいこと使って火山天皇天皇をやめさせちゃったわけですよで次の天皇は円雄天皇の王子であるまあ一条天皇ですねになるよっていうことはもう事前に決まっていたんですけどもまあそこでカネイは動くわけですね。 私が摂政になりますと、まあ、それまでの摂政関白っていうのは、まあ、天皇との,その外籍関係っていうのも大事なんですけどもやっぱりその朝廷の中で一番位の高い、まあ、大乗大臣をね務めているとかそ朝廷の貴族の中のトップであるっていうことも大事だったわけですよね。でもこの時の兼重は右大臣でした。上の左大臣には源政信がいるしその大乗大臣には頼田さんがいますからね。はい、なので、えー、3番目だったわけですよ。 でも金家は摂政になりたかったわけですね次の一条天皇の、まあ、自分の娘のね、えー、子供自分の孫でもありますからこの一条天皇っていうのははいなのでここで金家はですね私はじゃあもう右大臣辞めますっていうふうに言って右大臣辞めて摂政だけで行きますと無冠の摂政になったんですねこれはもう前代未聞異例のことでした基本的にはやっぱ大大臣兼 摂政大乗大臣兼関白みたいなね子だったわけですけども何にもない職はない無職の状態で、えー、摂政だけやりますと摂政をこう独立した、まあ、一つの官職のようにしてしまったんですね兼イは。そんなねその掟破りみたいなことができたのは、まあ、よっぽど兼イの、ね、力が当時強かったっていうところもあったのかもしれませんけどもこうしたことによって兼イ、えー、は念願の摂政そして一応天皇が元服すると関白になることができました。 まあしかしですねえ金家はもうこの時点で出家をもう考えていたみたいでその後すぐにですね自分の長男道隆に漢白を摂収させましたただここのこの道隆への漢白の摂収というのもまあかなり特殊な事例なんですよねそれまではを見てきて分かる通りその大乗大臣でその漢白に摂長漢柏にふさわしいっていう人が勤めていたわけですけどもそういうことじゃなくてもう摂収制に吸っちゃうよと自分の後継ぎに この摂政官博っていう仕事も継がせていくよっていうことをカネイエはやったわけですねで、現にその後もこのカネイエの一族子孫たちが代々この摂政官博っていうのを務めていくことになりますよねはい。なのでかなりそれまでのこの頂点のシステムをガラッと変えた人物でもあるんですよね摂政官博っていうものを基本的には大乗大臣が兼任するものだったものから剥がしてですね独立した一つの職みたいにしてでしかもこれを世襲制にするぞっていう風うにしちゃったわけです はいだからま結構めちゃくちゃなことやってるんですよね。うん、でもそれが許されたのがまあ、金家のすごいところだなというふうに思いますね。はい。まあ、こうしてですね、えー、朝廷の頂点に上り詰めたあ金家だったんですが、その約2ヶ月後にはですね病で、えー、死んでしまいます、えー。この金家が絶頂を極めていたのはわずか4年だったということですね。なので意外とこの金家、えー、苦労人非常に苦労してようやく やっっと天下を掴んんだだそんな人物だったのかもし「れないですかげろう日記」の中ではですね非常にこういろんな女の人の子にね遊びに行ってプレイボーイぶりがですね、まあ、記録に残されてしまっている、まあ、そんな人物でねちょっとひょうひょうとしたところもあったりするのかななんていうふうに思うんですけどもまあその内面はですね、まあ、結構苦労を重ねてね、まあ、なんとかしても上り詰めたいっていうね、まあ、そんな気持ちがねすごいあったのかなというふうに感じます。仕事に関してはね ま非常にもう妥協を許さないような、そしてもうなんかねその前例とかをも無視してしまう、結構すごい強炭な性格でもあったのかなという風に思います。さあ本日の話はここまででございますいかがでしょうか。ああ藤原の金家のね解説でございました。いや本当にねいいキャラクターでしたね。うん、まあこうね光る君への中でね段々さんがこう演じてくれてなんかすごく <laughs> こうね金家のねことをこう知るきっかけになって嬉しいですね。 うん、やっぱ道長の藤原の道長っていうのはやっぱりすごい大きい、ね、歴史上でも大きい存在じゃないですかその父親っていうとなかなかね,、えー、こうねピックアップされることなかったのかなと思うんですけどもまあこうね掘り下げてみると非常に面白いですよね。うん、やっぱ日記とかでその内面もねいろいろね見えてくるものあると思うんで、まあ、これからねよりちょっと金重のねこともね調べてみたいなっていうふうに思いました。 えー、面白いと思っていただけましたらあチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします、えー、参考文献動画の概要欄に書いてありますのでそちらもぜひ、えー、チェックしてみてくださいそれではまたお会いしましょうさらばしら